これファーザーと直接会えるってことなのかな。後でもいい。ここには特別な非常に個人的な理由でいるのだ。そうなんですよね。息子をさらった理由がよくわかんない。ここに来たのだろう。息子？ショーン。ついに見つけた。そうだ、僕はショーン。お前なのか。ショーン、本当にあなたなの？誰なの？え、ママよ。ショーン、私は、ママよ。ファーザー、どういうことなの？何が起きているの？なんだって？ショーン、大丈夫？どこも怪我してない？どういうこと？ファーザー！奴らを殺す。ショーン、いい子で。何をしてほしいの？知らない人だ。あっちへ行って。ファーザー！なんてこった。誰かここにいるんだ、助けて。悲しい現実。ファーザーって誰？ファーザー、助けて。どこにいるの？囚われちゃうよ。ファーザー、助けて。ファーザー。ショーン。普通の。S923。リコールコード。シーラス。驚いたが落胆もした。ショーンががっかりしてるけど、むしろ子供の反応は予測と全く違っていた。その子は試作品だ。わかるかね。え、非常に感情的な刺激の影響を研究し始めたばかりなのだ。広い心で見てほしい。あなたが感情的なのも、ここへの旅が困難に満ちたものであったのも承知している。改めて始めよう。え、私はファーザーだ。インスティチュートへようこそ。狂気の沙汰だ。殺してやる。これは狂気の沙汰よ、全てが。今あなたが経験しているトラウマの深さは理解できる。頼むから落ち着いてほしい。全てを受け入れるのが難しいのは分かっている。うん、まあどういうことかよく分かんないんですよね。息子はどこだ。話を簡単にしてあげるわ。息子はどこにいるの？インスティチュートの中にいる。思ったよりも近くに。だが、これを理解してもらいたい。状況は想像よりもはるかに複雑なのだ。あなたは非常に遠くまで旅をしたし、随分と苦しんだ。息子を見つけるために。うん、まあそうですね。その粘り強さと献身は報われ、これだけの時を経て。え？ようやくあなたに会えてよかった。ここに来て字幕なし。私だ。私がショーンなのだ。え、私が、え、あなたの息子だ。なんだって。どうしてそんなことが。どうしたら可能なの？理解するのは大変だろう。ボルトでは時の経過の概念がなかった。あなたはポッドから放たれ、失った息子を探しに出た。しかしそれから息子がもう乳児ではなく10歳の少年であると言った。そうですね。それで10年が経過したと信じた。それが10年ではなくて60年だったと認めるのはそんなに難しいことだろうか。それが現実なのだ。え、それでここに私がいる。インスティチュートに育てられ、今はそのリーダー。いやでもケロックの年齢が、まあそんな顔しますよね。ケロックの年齢がそうじゃないんですよね。ケロックも人造人間だったってことかな。だがなぜ。でもなぜ子供をさらったの。なぜあなたを。ああ、今の問題はそこだな。なぜ私を。当時2227年インスティチュートは人造人間製造において大きな一歩を踏み出した、うん、しかしそれはまだ全く十分ではなかった。科学的な好奇心と完全という目標の追求が彼らをさらに前進させた。彼らの望みは完全な機械だった。そこで彼らは当時最高のお手本を追いかけた。人間だ。歩き、話し、有機的に完全に統合された何でもできる存在。なるほど。
まあ人造人間を作るためにやっぱオランダすごい顔してますけど大丈夫かなこの顔。サンプルが必要だったのか。その不気味な科学実験にはサンプルが必要だった。それがあなたをさらった理由なのね。言ってみればそういうことだ。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった、当然のことだが利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていたのだ。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。なるほど。しかしその時インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のことだ。乳児で汚染前に冷凍され、連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたわけだ。私は彼らのファーザーなのだ。そういうことですね。科学を通じた家族なのだ。人造人間、私、そしてあなたが。なるほど。その DNA が傷ついてない、全く傷ついてないのがショーンだったっていう話か。本当にお前か。ショーン、本当にあなたなのね。その通り。質問があるのだろう。理解の助けになるのなら、答えられることには何でも答える。なんてこった。ケロッグのことについて話したい。そうだ。ケロッグ。彼は、あなたの部下だったの？ケロッグ、彼は私がここに来るずっと前からインスティチュートの財産だった。そして責任者になるまで彼のやったあらゆる仕事を知ることもなかった。彼がどういう男だったかも。ほう、奴を利用したのか。あの男がサイコパスなのを知っていて、それでも奴を利用したの？この判断を理解してくれると。この判断に賛成してくれるとも思って。息子には母親の魅力は通じないか。さすがにケロッグの残忍な性格を利用した。それは率直に認める。インスティチュートの技術が彼の命とその能力を伸ばし、ああそういうことだったのか。普通の人間の寿命をはるかに超えさせた。彼がインスティチュートの仕事を失敗することはなかったが、目的を遂行するたびに残虐性が明らかになった。嘘はつかない。あなたの道が彼のそれと交わったのは偶然ではない。道が重なることで、あなたは、私たちは、ある程度の復讐を果たせたよ。あなたの心を慰めるために、何か他に言えることがあるだろうか。なるほど。父親についてかな？パパは、あなたの成長を見られなかった。そう。父に起こったことは、もちろん私は事件の記録を調べた。父に起きたことは不幸な巻き添え被害のように思える。長年の間、両親が誰かと疑問を持つことはなかった。自分の状況を受け入れ、そういうものだと生きてきた。年を取るにつれて後悔が募り、あの時もしと頻繁に自問した、しかし今重要なのは、あなたと私に再び始めるチャンスがある。あれ、これなんか話がおかしくなってきたな。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。インスティチュートをどうにかしてやろうっていう話だったんですけど、なんてこった。つまりあなたがインスティチュートの責任者なの？私は今や実質上の責任者だ。ここに達するまで何十年も費やした。この責任をとても重く受け止めて。そういうことですよね。インスティチュート、重要な組織だ。実際、人類の未来のための最高の希望なのだ。たとえ地上の人々が我々をどう思おうとも。
お前たちが怖い。そうですね、インスティチュート地上の人間殺してるって話はありましたけど。彼らはあなたたちが怖いのよ、シュン。インスティチュートを恐れている。人々はいつも理解できないものを恐れるものだ。結局、連邦には我々を恐れる理由は何もない。あなたが何を見たり聞いたりしようと、そのことは納得できると思う。少し時間が欲しい。いや、こっちのセリフだけどな。我々にはもっと話し合うことがある。だがインスティチュートは、あと少しで重要な進歩を遂げるところだ。そうなのか。あなたの存在は私たちがそこに達する上で評価されるだろう。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経て、あなたもそれを手助けする機会を得て、そそられないだろうか。それこそあなたのやりたかったことなのではないか。どうしよう。ここに留まるってことか。ここに留まってほしいの？インスティチュートに？そうだ。そう提案している。想像するのは難しいだろうか。インスティチュートは地上よりも良い生活を提供できる。あなたは連邦を旅し、どんな様子なのか見てきた。なるほど。わからない。どうしたらいいのかわからないわ。それは理解できる。だからこそ手助けしたいのだ。わかってほしいのだ。合理的に考えて、インスティチュートは世界に残された属する価値のある唯一の存在なのだと。私が聞きたいのは、インスティチュートに私にチャンスをくれないかということだ。話してきたことを証明するチャンスを。我々は本当に人類を心から思っている。そのチャンスをくれるのか。やっべ、すごい大事なこと聞かれてる気がする。まあ長い話が続いてますけど、結局まあ息子を取り戻すこととか息子の復讐が目的だったボナンザはこんな顔になりますよね。しょぼしょぼーんってなってますけど、本気か？本気なの？そうだ。一緒に働けば双方に利益がある。まあ息子を信じてやるのは母親の務めということで、わかった。わかったわ。ありがとう。インスティチュートは今私の家であると同時にあなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか。部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクター・フィルモア、SRB のドクター・アヨ、それからバイオサイエンス部のドクター・ホルドレン、最後にアドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会って、それから次にやることを話し合おう。あれ、インスティチュートに入ってしまったな。ショーンまだうなだれてるけど、ショーン、やべ、何も聞かない。中どうなってんのこれ。うわ、観葉植物じゃないけど、苔にまみれた植物が置いてある。なるほど、綺麗なとこですけどね。取ってもいいのか、勝手に。スティンパック救急キット。なんかインスティチュートシャワー、じゃじゃん。シャワーは浴びられないか。さすがに浴びることはできなさそうですね。トイレ座る。トイレに座って落ち着こう。シュールだな。なんだかんだインスティチュートに入ることになってしまったんですけど、入るというか入ったのかな、もう一員なのかな、これは。でも息子がまさかそんなことになってるなんて。どうなってるんだこの設備てか施設。すごい広い感じは。お迎えできて光栄です。すごい広いことは分かるんですけど。ああ戻ってきちゃった。じゃあちょっとそのなんだっけ、ドクターたちにちょっと会ってみますか。探してみよう。展開が
待ちきれないわ。これでよし。人造人間作ってる。さ、仕事に戻って。ありがとうございます。わ、こちらこそ。喋ってる。え、何、どれどれ。はい、あなたにもそうなってほしい。すごい。一緒に働けるのを楽しみにしているわ。変わる変わる話されちゃってよく分かんなかったけど、まあ、ドクターたちは人造人間も多いな。ファーザーは目覚ましい働きをしてきました。はい。ファーザーがいなかったら私は存在していませんらしいね。聞きましたよ、お話には。お、なんだ、食事どころみたいなところがある。フードサプリメント77が生産終了になったというのは本当か？その通りです。あら、好物だったんだぞ。もうちょっと引き延ばせんのか？ご希望は喜んでバイオサイエンス部にお伝えいたします。グラス。当面は栄養豊富で風味豊かな他のフードサプリメントをどうぞお楽しみください。うん、サプリメント77が欲しいんだ。申し訳ありませんが、そのサプリメントはすでに品切れです。規則と方針のことになるとちょっとうるさいの。なるほど。ようこそ来てくれて嬉しい。サプリメント77か。ファーザーは私たちにとって単なるリーダー以上の存在です。誰も彼もファーザーファーザーって。そのドクターたちと会わないといけないんですよね。次の試験を開始。この人かな。今回は投与。あら、よう。落ち着いたら健康診断をして君の体の状態を記録したい。だが今すぐでなくていい。うん、そうか、ドクターなのか。ここのドクターなの。ここでドクターとしてみんなを見ている。医師という意味ならその通りだ。医師にほぼ近いものだ。うん、ゆったりくつろいだらどうだ。地理とかを学んだりして。地理。その間応急処置が必要になったら来ればいい。君が準備できたら診察する。わかりました。体を大事にしてくれ。そうすれば私は不要だ。正直わからない。なんだ、なんかかっこいいというか、それを調べるのがお前の役目。キビキビ喋っててかっこいいドクターだな。クエスト的にはこれ、インスティチュートの任意のターミナルアップロードする。各部門のリーダーと会う。これもやっとこう。結構いるな。みんな2階にいるのか、お偉いさんか。偉い人は2階にいる可能性がある。なんだこの時間のマークは。あ、休憩場所ってこと？消費は最小限にすること。プライマリーレベルが 2% を切るまでチャージするな。エンリコ・トンプソン。ナビゲーションソフト。こいつはリーダーでもなんでもない、下っ端だ。このミーティングの後にお目にかかれてよかったです。あ、いた。ご存知でしょう。コーサーだ。許可された人員のみです。で、ドクター・アヨは自分のオフィスに隠れてられると思ってるわけか？あれ？ふん、奴に伝えとけ。この抜き打ちの保安捜査の件はファーザーに伝えておくからな。真夜中に人の部屋を荒らすなど言語道断。そんなことしてんのか、アヨ。伝言はお伝えします。そうしろ。インスティチュートへようこそ。どうもどうも。会えてよかった。今日は元気かい？ああ、どうもどうも。そこを入れてもらっていいかな？スキャン中。被験者の身元判明。一緒に入れてもらおう。オートロックのマンションと同じ。あれ。あ、入れるのか。ロボット工学部門へ乗り込んで尻を叩いて消しかけようと真剣に考えて。多分この一人ぐらいと話した時くらいで終われ。何ってなかなかやろうとしない。ちょっとさっきドクターオーマンの常温核融合のレクチャーはめちゃめちゃいろんな人が話しかけてくる。なんだここ。あちこちの部門といろいろ揉めている。あ、ジャスティン・アヨ。アラーナ、お手柔らかにしてくれないか。アラーナ。私のやり方はいつも名前がついてるやつもいっぱいいる。今回も同じだ。まあ見てろ。ちょっと話していい？ロボット工学部門がもう少し用心深かったら、人造人間。話せない。発想する気なんて起こさせなかった。なかなか慣れないだろうけれど、人造人間が人間とは違うことを忘れないでね。全然忘れてない。ノクター、失礼します。さあどうぞ。SRB 局長代理のジャスティン・アヨだ。うん。率直に言おう。もうしばらくの間、お前を監視するつもりだ。あ、そう。ファーザーとの関係はともかく、お前には少し計り知れないところがある。分かってくれただろうが、何も問題はない。そうだろう。うん。よし、魅力、言ってやろう。言ったろうってなんだろう。言ってやろう。なぜ信用しない？なぜ信用してくれないの？ジャッキーン！悪く思わないでくれ。あ、ダメだった。もともと誰も信用しないんだよね。そうか。SRB の概要をお前に簡単に説明しろと。確かに。何の略かも分かんない。最大の任務は逃げ出して地表の人間たちの中に紛れ込んでいる人造人間を回収すること。ああ、なるほど。秘密警察か。要するに秘密警察というわけね。秘密警察？
それが対戦前の言葉だとしたら残念ながら知らない。あ、もう死後なんだ。主力を担っているのはコーサーだ。第三世代の人造人間で地表任務を担当。ああ、なるほど。コーサーはインスティチュートから逃げ出した人造人間を追跡回収する。自己完結性が高く、追跡潜入戦闘に能力を発揮する。早い話、えげつない性能だ。えげつない。とはいえ、すでにコーサーに出会ったから、こうしたことは全てご存知と見える。実際どうやって倒したのか、ぜひとも知りたいところだ。あのパイパーっていう人がいたんですけど、あとピックマンの話もしなきゃいけなくって、そうなると幸運だった。幸運に恵まれたみたい。幸運でもそううまくはいかない。生産ライン全体の詳細な分析を、ロボット工学部門に頼まないといけないようだ。もともと問題がないわけではないし。さて、他に用がないなら仕事に戻らせてもらおう。わかった。コーサーの訓練。コーサーは特殊な訓練を受けていると言っていたけど、詳しく教えてもらえない？ SRB は第三世代の人造人間の動向を監視していて、特別な特徴がないか探っている。粘り強さ、勇敢さ、強い独立心を示したもの。なるほど。厳しい訓練を受ける。武装しての攻撃、丸腰での攻撃を教え。わかった、最終評価で合格点を取ったもの。そうよ、そうよ、わかりました。なるほど。人造人間の中には、まあある程度個性があるみたいなんですね。その中で優秀なものがコーサーに選ばれていくと。で、人造人間は逃げ出してこう地表に行ってるみたいですね。なんかあのパイパーとかの話だと、インスティチュートが人造人間を送り込んできたっていう話だったりもしましたもんね。なんか人造人間は自ら地表に出て行ってるのかもしれないです。キャップ、黒い袖のインスティチュートの白衣取っとこう。じゃあ今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。あれですね、あ、コーサーの制服こんなとこにもある。起こったな。あれですね、あ、フュージョンセル。まあ、こんなことはいいんですけど、いろいろと話が長かったですけれども、ちょっと物語が進展したかなと思います。そんなこんなで今回はこの辺で終わっておこうと思います。フォールアウト4実況、今回も見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。